2021年の8月の9日月曜日、祝日でございます。振り替えの休みらしいですね。本日は雨でございます。昨日ですね、いつものようにいつもの喫茶店に行っておりますと、後ろからサラリーマン2人が後から入ってきまして、何やら囁いていたのが聞こえましてですね、おいお前大将のトルシーの大将のチャンネル登録お前まだしてないんちゃうんか。ああそんなんしてませんよ。何を言うてんこんなとこ、それはえらいことやぞ、早くしないと、というね。はい、なにわのことは夢のまた夢でございます。チャンネル登録の方ぜひ皆さんお願いいたします。はい、ごめんなさい。ですね、本日は雨でございます。でもね、映像的にはこの素晴らしい晴れ空、見ていただきたいですね。また習い続いていきます。元ブログをねちゃんと作りたいんですよ、いっぺんね。いつもね長い道でしたらカットカットしてね、これやというのがまだできてませんでしたのでね、この休みの多いお盆前に、もしかするとお盆までかかっているのをね、作ってみたかったんです。で、昨日ねオリンピックのね、終わった後のバスケットの銀メダルの記者会見を中心に記者会見やってました。あれねふと見てて思ったんですけどもね、いいですね、あの銀メダルとかね、ちょっと5位とか4位とか惜しかった人とかね、ああいう人らをね、すぐじゃなくて、次の日にちゃんと記者会見してあげるっていうのは大変いいですね。すぐですとですね、どうしてもあの銀メダルの人はですね、銀メダルですよ、世界第2位ですよ、努力してね、それやのに悔しいですとかですね、負けてしまいましたとか、負けたけど2位やぞと思いつもねおっちゃんは思ってたんです。だからねそれはね当時出てたらなります。だからね当日免除。2位、4位の人はですね、記者会見当日免除しますって、その代わり必ず次の朝、やらせていただきますんでよろしく、みたいなね、記者会見にしてあげると、その人らもね、心が楽になるんではないでしょうか。あの一言でですね、人生が変わる人もいてるんですからね、そこら辺のね、ことをね、ちょっと記者会見の人ね、考えてあげてもらいたい。はい、1位金メダルとか銅メダルは勝ったからやったやった言うたらいいんですからね。はい、それ悪い気もいたしません。はい、で北島みたいなね名セリフがね、なんとも言えねえとかね、超しびれたとかね、いう名セリフが、このセリフは違いますよ、生まれることがあるんですから、それはそれでいいと思いますけどね、銀メダルと4位の人はね、その場では許してあげたい。次はもうパリですから、8時間ぐらいのね、時間の差がありますんでね、その日の追いかけますのだけは私やめて、今日みたいに次の日にちゃんと記者会見してやりますと、整理ができてましてね、嬉しいですってみんな明るく言ってました。バスケットの女子の方ですね、そういう配慮はこれはいいなと思いましたね。どうでしょうか。でちょっと通り過ぎてしまいましたけどね、奈良のねこのね今半納道路っていうのは、つまり生駒へ行く道のね道路なんですけど、途中にね生駒遊園地に上がる道があったんですけどね、私ね久しぶりにここ通りまして行きたいなと思って行ってみたんですけどね、途中でねもう入ってあきませんというね封鎖になっておりました。残念でした。青春時代ね車を買ったというかね借りたりねいろいろしながらこの山頂によく遊びに行きました。遊園地と、展望を兼ねてですね、よく行った思い出があるのでまた行きたかったんですけど、今入れないんですね、残念でございます。それでですね、今日はトルシーのことを必ず言うという形で言ったので、先にねちょっと悪いことを言っておきます。トルシティはね立ちこけします。足がね私168センチなんですけどもね、
ちょっと届きません。まあそのぐらいじゃない、いっぱいあるんですけども、あのバイクはね、変にね、頭がね、あの重たいですからね、変にというかね、前二輪ですからね、重量がありますんでね、頭がね、いびつに重たいんですよ。そのためにね、立ち焦げということがね、起こります。私、びっくりしましたね、はじめ。ね、女子なんかがね、購入するのをね、あんまり考えてないんかなと思いましてね、こんなん絶対足つかんし、とかね、思いました。それはね、最大のね、欠点ではないかと思ってます。それをね、防ぐためにね、わざとね、シークレットブーツというのをね、購入したりですよ。で、足を5センチほどね、長引かそうとか思ってやってみたんですけどね、飽きません。安定が悪い。で、冬近くなってきたら、すばります。で、私ね、3年ちょっとになりますけども、今までね、こけたことはね、ありがたいことに、一度もございません。一回だけあかん。もうこけかけたことがございます。それはね、ラッキーにもね、もう足がスコーンといったんですけども、こけかけた時に木がございまして、その木に肩がボーンと触れてね、こけるのをね、止めてくれました。やっぱり日頃の行いやなと思いましたね。で、こけることはございませんでしたけども、で私が実践していることはね、やっぱりね、要はね、もう意識するということです。このバイクは立ちこけするぞと。で、立ちこけいう言葉もね、トリシティに乗って初めて知りましたからね。それまではね、ってなんていうか、どんなんやね、立ちこけで立ってるだけでこけちゃうのというあれでしたけども、よくわかりましたね。駐車場でちょっと切り返しをやってる時に、ふと足が届かなくなる瞬間にね、こけるんですね。はい、トリシティを購入されること一遍、立ちこけは試してみてくださいね、ということで、悪口いっぱい言いました。では今日はこの辺で、ではまた。